やどうも、寺田高橋です。1週間お疲れ様でした。今日はね、はい、ちょっと申し訳ないんだけど3月10日の、朝10時ですね、はい、配信を8時までやってまして、でそこから編集をして、もう今日はね、もうこのまま寝ないと、まあ、昼夜逆転してるんで今日はもうこれ実質夜ご飯ですね。松屋のカルビ焼肉定食、怒りのご飯特盛りです。怒ってます、僕今非常に怒っている。あんま怒ることないんだけど非常に怒っています。まあ、早速ね、乾杯していきましょう。今日お酒じゃないです。今日はね、緑茶で乾杯です。1週間お疲れ様、乾杯。うん、緑茶一番うめえ、最高。緑茶だよな、やっぱ。もうね、お酒はね、もうね、本当に嫌いです、僕は、お酒は。で、まあ、怒ってる理由なんだけど、お疲れ様動画いつも僕金曜日に投稿してるじゃないですか。金曜日の朝、お疲れ様動画しっかり撮りましたよ。撮りました。で、ファイルエラーになってたんですね。で、土曜日の朝も撮りましたよ。ファイルエラーになってたんですね。で、なんだろうと思って、まあ、原因をね、まあ、突き止めて、あ、バッテリーが悪かったんだって。バッテリーを純正品からね、まあ、ちょっと、なんか介護官みたいなやつに変えちゃってたから、非純正のものに変えちゃったから、それだったんだと思ってね、バッテリー戻して撮影してみたら、あ、うまく撮影できて、録画できてると思ってね、夜ご飯で、土曜日の夜ご飯でお疲れ様動画を撮りました。テイク3。ファイルエラーだったんですよね。で、3回、お疲れ様動画を撮ってるんですよ、僕。これ4回目のお疲れ様動画です。お酒飲んだせいで、なんか生産性がめちゃくちゃ下がって、なんか体だるくなるし、眠くなるし、その日何もできない。土曜日何もできなかったんだよ。だるくなっちゃって。だからもう今日はお酒なし。で、はい。昔のビデオカメラに戻しました。今ね、ここにね、撮って一眼レフあるんだけど。なんでかな？ハワイ行った時はうまく撮れたんだけど、まあ、早速、食べ物に感謝をしていただきたいと思います。いただきます。もう怒りのね、特盛りを買ってきましたよ。もう今日は寝ません。土曜日ね、お酒飲みすぎて、バカ寝ちゃったの。もう、半分寝てた。僕お酒あんま強くないのに、だからいつも金曜日の朝撮って、まあ、金曜日の夜普通に配信できるように、配信後に撮ってるんだよね、朝。お酒弱いから。お酒飲んですぐ、まあ、ちょっとしたら寝れるぐらいにしておいてるんだよ。早速いただきます。美味しい。そう。で、すぐ寝れるようにしてるんだけど、もうその日は、まあ、どうにかね、お疲れ様とか投稿したいということで頑張っちゃったから、で、結局昨日もダメだったんだよ。で、今ね、テイク4を撮ってますけど、もう話もね、同じ話しすぎて疲れたわ。もう一回同じ話しよう、でも。だんだんね、同じ話を何回もしてるからね、ちょっとね、なんか、不必要なところをはしょれるようになってきた。でもなんか、怒ってるとか話は今回初めてだけど。うん、美味しい。で、今日はね、賞味期限切れの卵と、なんかついてた大根おろしにポン酢をつけて、あと焼肉定食、ご飯特盛り食べてます。はい。で、今日お話しするのはね、まずね、1個前の動画、3月1日だったかなに投稿した、お疲れ様動画兼4月からも配信続けるよっていうご報告動画なんだけど、本当ね、皆さん温かい言葉たくさん、まあ、かけていただいて本当ありがとうございます。嬉しかった。ああいう動画ってさ、社会をさ、舐めるなよみたいなさ、人って結構いるじゃん。だから結構、なんか賛否半々ぐらいかなと思ったんだけど、結構みんな応援してくれる人がほとんどでね、嬉しかったです。ありがとう。これからも頑張るね。うん、頑張ります。で、ハワイにね、卒業旅行、友達と一緒に行ってきました。まあ、卒業旅行、社会人になる人がほとんどだからね。あ、でもほとんどじゃないか。一人浪人、一人留年、一人フリーター、一人実況者だから、10分の7ですね。まあほとんどか。でね、まあ、ハワイに行ったんだけどさ、初日めちゃくちゃ時差ボケして、あ、一応動画はね、ハワイに行った動画全部残ってるから、まあ、時間あり次第ちょっと編集して動画上げたいと思います。
で初日さめちゃくちゃ時差ボケして、っていうのも3月2日の朝、夜9時にね、21時に日本を出たの。そしたらハワイに着いたのが3月2日の朝10時ぐらいだったの。だからその日をもう一回やり直すってことになっちゃって、まあ普通に寝ずにね編集とか頑張っていったから、もうまた3月2日かよと思って、めっちゃ、しかもさ、まあハンバーガーとか食べて、なんか海とか見に行ったりしたから、もう体力限界で、その日は夜ステーキ食って、あのホテル着いたらすぐ寝ちゃったんだよね。いつもだったらね、友達とも朝までトランプとか行けたんだけど、でもね、やっぱハワイのビーチは綺麗だったよ。うん、なんか海で遊んでる人もいっぱいいるし。野菜食べました。海で遊んでる人もいっぱいいるし、綺麗なね、クラマラスレディーもたくさんいました。なんか僕の友達、その一緒に行った子が、まあまあね、それなりにイケイケな人もいるから、なんかちょっと声かけて、で一緒に写真撮るみたいな。で僕もそれね、ちょっとお写真撮るみたいだ、ちょっとやってて、こそりはははパタパタって寄ってってね、一緒に写真撮ったりしてましたけど、楽しかったですよ。でね、2日目がしんどくて、ダイヤモンドヘッドっていう山に登ったのね。ダイヤモンドヘッドってご存知ですか皆さん。なんか何なんだろう、あれ何、世界遺産なのかな、よくわかんないけど、なんか有名な山があって、片道40分ぐらいの山なんだけど、頂上まで、まあ、それなりに低いじゃん、40分って簡単でしょ。でも40分坂道登り続けるって、もういつも僕だってトイレと部屋の往復しかしてないじゃん、してないんだけど、でマジでしんどかったもん。まあ、どんぐらいしんどかったかっていうと、友達とかはさ、いやハワイって、あ、まあ、暑かった、思ったより寒かったけど、まあでもやっぱり暑かった。でそのハワイで友達とかがさ、普通に、いや暑いな、疲れたよなとか言ってさ、いやまた階段かよ、しんどいなみたいな感じで、まあ、いやきついわみたいな感じで喋りながらね登ってたわけで、僕はさ、もうさ、喋る余裕がないのよ、もう喋れないの、しんどすぎて。だから、おなんだお前大丈夫かよみたいな感じでさ、もう背中ポーンとかやられてもさ、みたいな感じで、もうそれだけ、それをひたすら繰り返して、なんとか山頂にたどり着いたね。でもう実況者の人だったらね、登んない方がいいと思う。これアドバイスです。もしね、配信メインの人で今これ見てる人いたら、もう登んない方がいいです。登って得られる感動と登って失う体力比較した時に得られる感動の方が少ない。本当に辛かった。だからね、もうちゃんと配信、もう本当ね、ジム行こうと思った。エーペックスレジェンズっていうゲームさ、めっちゃやっちゃったせいでさ、2月全然ジム行ってなかったせいで走れてないんだよね。そのせいだと思う。すごくね、山頂のね、景色が綺麗だった。でもね、体力がきつすぎて、後悔はしてないよ、もちろん。もう今終わったことだから。もうでも登ってる時本当死にたかったですね。だからもし体力のない配信者の方がね、ダイヤモンドヘッド登ろうとしているんだったら、まあ考えた方がいいですね。誰かが登った人、その登った人が開けてる写真を見るとかでもいいかもしれない。と思いました。で、3日目はね、マリンスポーツやったんですよ。バナナボーと、あとなんかサンドバーとかいうね、なんか白い岩、なんか浅瀬でなんか、普通にナマコとか、なんかいて、そのなんか、なんか砂場みたいなのを歩くっていう。でも結構沖の、なんかね、沖で、なんかちょっとだけ一部、なんかボコって浅瀬になってるところがあっただろうね。そこにカヌーで行って、で放置されて、20分ぐらい放置されて、なんか遊んどくみたいなのがあった。でシーウォークってのが結構面白くて、宇宙服みたいなの着て水深 7,8 メートルぐらいのところを
あの水の中を歩くんですよ、うん、それ結構面白くてね、なんかダイバーさんみたいな人ね、案内人兼なんかサポート役みたいな人がいて、でその人にパンもらうの水中 でそのパンをこう 手の上に置くと、なんか魚がこうブワーってね来るんですよ。そう、それがね結構感動的だった。あのなんだっけ、よい子のさ、いきなり黄金伝説、いきなり黄金伝説のあの浜口さんとかがあの森でつくような魚がいっぱいいましたよ、うん、寄ってくる魚がね小魚じゃなかった。そうね、でその日はね午前中にそのマリンスポーツをやるっていうんでやって、でねマクドナルドに行きましたよ。海外のアメリカのマクドナルド、日本とサイズもなんかあんま変わんなかった。飲み物だけやたらでかかったな。うん、でも日本とねサイズも変わらないし、まあ値段は少しだけ高かったかな。やっぱ物価が高いんか、基本的に全てが高かったね。ジュースと水比べた時にジュースの方が高かった、安かったりするんだよ。水の方が高いみたいな。だから結構面白かったね、水の方が高いんだと思って。うん、でお店行っても水は無料じゃないからさ、なんか仕方なくオレンジジュースとか飲んでた。水ないとことかもあったような気がするの。メニューになかったかと、頼めばもらえたのかな。そうだ、僕水大好きし、お茶大好きだからさ、あんまジュースとか飲まないから結構困ったね。仕方ないっつって、なんかスーパーみたいなとこででっかい1ガロン 3.7 リットルぐらいの水買って、それでなんかホテルで継ぎ足して持ってってました。マックの味はねほとんど一緒で、なんかねクォーターパウンダーとかさ、ビッグマックとか普通にあったし、ポテトの味も一緒だったし、チキンクリスプみたいな枠でねマックチキンってのがあった。 1.5 ドルとか、まあ、170円ぐらいで、なんか似てるなーって感じだった。味も似てたけど、ちょっとマックチキンの方がねゴージャスだったな。チキンクリスプかなり安っぽい感じするけど、マックチキンちょっとゴージャスだった。値段がさほど変わんなかったのはそれくらいかな。あとは基本的にめちゃくちゃ高かったな。一食2000、一食15ドルから20ドルぐらいはもうしたしな。で、そう、お土産をね、まあちょっとおかんとかに、なんか、ハワイのカバン、アロハっぽいカバンが欲しいとか言って、それ買ったりして。それがなんか90ドルぐらい、80ドルとかして、 B さんとかも60ドルとかして、なんかめっちゃ高かった。彼女とかじゃなくて、おかんにめっちゃお土産買ったの。でね、その日の夜にねツイキャスやったんですよ、僕。ハワイで、ハワイからツイキャスっていうのも、僕の友達が結構パリピだから、なんか現地のナイトプールパーティーみたいなのに参加しちゃったので、部屋が11人で行ったんだけど22223で分かれてたから、で僕はそのパリピの子と同じね部屋だったので、そのパリピの子がナイトプールパーティーみたいなのに行っちゃって、で部屋暇だったんだよ。だから渋々ツイキャスやってましたね。渋々ってわけじゃないけど、なんかちょっと配信したくて言ってました。何かだったか忘れたけど、でなんかね、その友達はねしっかりね、なんか現地で日本の女の子をナンパしてね、1個下か2個下か分かんないけど、ナンパしてホテルまで、じゃあ二次会行っ
二次会でなんか違う店行って、でホテルまで送って帰ってきたらしいですね。0時前には帰ってきてました。でうわー行けたなーとか言って、ワンナイトカーニバル行けたなーとか言いながら帰ってきました。でまあ帰国したんですよ。その次の日帰国日だったから、帰国して、まあ、配信してって感じだったかな。この旅は一応動画は撮ったから、まあ、それ動画共有できたらいいな。ちょっとアップしたいな。でやっぱ思ったのがね、 GoPro 最強ってなったね。友達が GoPro 持ってたんだけど、やっぱ GoPro の機動力すごいわ。なんか一眼はいちいち、まあ、レンズ開いてカメラ構えて動画撮るってやんなきゃいけないんだけど、 GoPro はねもうボタン一つでねパチって感じでやってたからね、すごいねいいなと思った。だから外とかで撮影するんだったら GoPro が安定なのかなって。まあでも外とかで撮影するのもうないだろうからいいんだけど、ちょっとミスったなって感じでしたね。でハワイは終わりと。で確定申告ね、やりましたよ。人生で初めてお国にしっかりお金を納めました。これまでそれまでは多分あの両親とかが払ってくれたんだけど、あの扶養が外れちゃったからね、まあ、やったんだけど、いやめちゃくちゃ高いね税金って、うん、想像絶する高さだった。自営業の人ちゃんと節税とかしてます？うん、去年の5月に収益化が始まってさ、それであんまさ節税とか考えてなくてさ、まあもちろん配信用の機材とかはねちゃんと領収書もらってたんだけどさ、それ以外であんまやってなかったから結構しんどかった。ちょっとこれからはちゃんと税金対策もしていかないといけないですね。ちょっと生きていくために、うん、まあ、ちょっと前まではね楽しく、まあそれなりにお金も稼いでハッピーって感じだったんだけど、まあ、ハッピーとも言ってらんないんでね、そろそろ。ではちょっと頑張んないといけないなと思いました。はい。いやー、ごちそうさまでした。じゃ皆さんね、自営業の方とか節税こんな風にしてるよとかね、もしよかったらコメントしていってください。うん、そのどこかな。あとよく配信を見てなんかプテさんの配信ないから暇だよみたいなね、あのリプとかくれたりした人が結構いてね嬉しかったんだけど、何してたかなとか教えてくれたら嬉しいです。ちょっとちゃんとこの動画撮れてるかな。もうテイク4だからもうしんどいんだけど、もうね、でも今日はお酒飲んでないからちゃんと活動していきたいと思います。もう今日はね、まあもう寝ないです。ああ、よし、じゃあこれから頑張ろう今日も。あとね、あんま洋服とかも買わないから、これ見えます？これちょっと映ってはってない、これ見えますか？これこのね、かわいいでしょこれ。なんかワンコ堂とかいうね、なんかワンコがいっぱいねプリントされてるやつ、これ1000円で買ったんだけどね。やっぱね、これは中フリース素材みたいな、結構あったかいんですよ。こういう服ばっか持ってるからね、あんま買わないんですよね服とか、うん、だからちょっとお金貯めて、貯める、まあ貯める大事だよね、うん、頑張って貯金していきたいと思います。洋服とかねちょっと気を使った方がいいのかもしれないけど、まあまだいいかなとりあえずということで今日はこれでね終わりたいと思います。1週間お疲れ様でした。来週もまた
頑張ろうぜ。僕は今日から頑張るよ。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。